さあ、次はお前らだ、畜生ども。やっぱ美獣狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、お前も早く美獣化しろ。今は無理だ、クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん。すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。ではない。どういうことだ、どうやって生き返った。そうだ、これについてはオビトに感謝しなければならないな。まさかお前、ヤガトンたちの術をオビトに。まあ、それも俺の計画のようだ。さて、そろそろお前には眠ってもらう。おめでたいやつだ。なるほど、やはりお前は普通の人中力ではないな。まあ柱の細胞を持つ俺には柱の首など無意味だ。クラマ、チャクラはまだ溜まんねえのかよ。もう少しだ、もう少しで溜まりきる。だけだな。意味だ。今の俺を相手にここまで戦えたことは無理だ。余裕こいてんじゃねえぞ。てめえは俺がぶっ倒すからな。余裕？勘違いしているな。俺はただお前と遊んでやっているだけだ。千人の力を言う。追い詰めたってばよ。このままぶっ潰してやる。これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は、美獣を抜かれてしまったのだ。ナルトは今死の淵にいる。だがまだ助かる。すぐに四代目のもとに向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け、残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため非常に徹していたのみ。ん？生を受けたことがあんたの仇となる。江戸天生のままが良かったと悔やみながら行け！さて、お前は数少ない宇宙の生き物。どうだ？
された時間は少ないぞ。お前は生き返ってまで何を望む。この時代はどうに終わっている。柱間の町へなら国づくりが変わってやるだけだ。だがこの世界は失敗した前任者柱間にも死にかけの患者には荒療治が必要だ。それが無限強みだったのか。サドンカグツチ燃え尽きろ。そうだ、それこそ俺の望む本当の世界、犠牲のない世界だ。なるほど、お前の描く世界に全くの理解がないわけではない。それはお前の出しゃばるときに夢ではない。佐野をかぐつち燃え尽きろ。やはり貴様とは意見が合わない。ウルトミラーやめろ、やさん。時代とともに燃え尽きろ。言ったはずだ、旧時代の遺物がしゃしゃるなと。死なせない。絶対に絶対に